皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。さあいよいよ本日は2023年5月9日マビック3プロリリース日ということで、僕の方も待ち構えていたところ、ケアリフレッシュのみでした。届き次第改めてレビューしていきたいと思います。ということで本日は改めてマビック3とマビック3プロの違いの部分を主にピックアップして見ていきたいと思います。中望遠カメラがついたのは明らかなんですが、望遠カメラの仕様についてもですね、 4K50 フレームまでだったのが 4K60 フレームまで撮れるようになっています。中望遠カメラのセンサーサイズが 1.3 分の1インチ CMOS センサーになっていますが、ハッセルブラッドカメラと望遠カメラのセンサーサイズは同じのようです。ハッセルブラッドカメラの焦点距離が 24mm、 こちらも同じで変わってません。絞りは 2.8 で F 値11までとなっております。中望遠カメラは 70mm になっていますね、そして絞りが 2.8 固定と。望遠カメラに関してはここ焦点距離が変わっていますが、 Mavic 3の望遠カメラは焦点距離 162mm だったのが、 Mavic 3 Pro になって 166mm 少しアップしてますね。そして絞りの方も 4.4 から3.4 とさらに明るく撮れるようになったようです。有効画素数に関してはハッセルブラッドカメラ両方とも20メガピクセルになっていて、中望遠カメラが48メガピクセル、望遠カメラは両方とも12メガピクセルになっています。しかしこの中望遠カメラがなんで48メガピクセルなのか、これ12も選べるみたいなんですが、中望遠カメラが12そのままで、どちらかというとハッセルブラッドカメラの方が48メガピクセル、どうせ広角に撮るならそちらの方が解像度欲しかったような気がするんですけど、なぜ中望遠カメラが48になったのかちょっと謎です。まあ実際撮ってみてその理由が分かればと思います。カメラの比較ページがあったのでざっくり見ていきたいと思いますが、 Mavic 3 Pro が3つレンズがついていて、 Mavic 3が2つ、クラシック1つ、 Air 2S が1つと。有効画素数は Mavic 3 Pro が48メガピクセルとありますが、中望遠に関してだけでその他は他の機体と同じ仕様になっているようです。絞りも同じですね。 Air 2S は 2.8 の固定、解像度は3期 5.1K となっていますが、 Air 2S のみ 5.4K と一番大きいですね。個人的にこのカラーの部分に関して納得いかない部分があるんですが、ハッセルブラッドカメラは D ログ使えますよと、中望遠カメラになると D ログが使えなくて D ログ M になりますよと、望遠カメラはノーマルしか使えません。この3つのカメラを使い分けて撮った時にカラグレするのがすげえ手間かかりそうで、これはちょっと統一してほしいなという気がします。僕は D ログで撮ることが一番多いんでですが、中望遠で D ログが使えないとなると、ハッセルブラッドカメラでも D ログ M を使って、中望遠も D ログ M、 そしてファームアップで望遠カメラでも D ログ M 使えるようにならないんでしょうか。 DJI さんプロ機ですからね、期待しています。価格に関しては3機7万円ずつ差があるようですが、思ったよりリーズナブルではないでしょうか。重さに関しては Mavic 3 Pro はカメラが大きくなった分重くなってるようです。その分飛行時間も43分と短くなりました。伝送距離やバッテリーの仕様は変わってないようです。これまでのアダプターが 65W だったのが 100W になって新しくなったみたいです。それに合わせて 100W の充電ハブもリリースされています。一番ベーシックなモデルには Mavic 3と同様の 65W アダプターのみが付属のようです。その他のオプションで DJI ゴーグル2モーションコンボというものがリリースされたみたいです。新しくなった DJI ゴーグル2と DJI RC モーション2が付属、全ての Mavic 3シリーズに対応しています。それから新たな広角レンズもリリースされています。よし、うちにも届いたら早速飛ばしに行くぞと言いたいところなんですが、残念ながらこれが2022年6月20日より無人航空機の登録が義務化されました。登録されていない 100g 以上の無人航空機を飛行させることはできません。確実な登録をお願いいたしますと。もし登録せずに飛ばした場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。どのような無人航空機が登録の対象になりますかということで、野外飛行させる 100g 以上全てのドローンラジコン機が対象ですということで、外で飛ばすことが初日はできません。ここでちょっと気になるのが、有名
ところのレビュアーさんとか、届いて開封してそのまま外で飛ばしてる動画も見かけますが、約1週間ぐらい僕の経験ではかかります。登録が完了したらリモート ID のインポート作業もしないといけないですし、30メートル未満や目視外飛行の特定飛行をする際は国交省へ個別または包括申請をしないといけません。そうなるとさらに2週間ほどかかると思います。なので今待ってる状態なんですけれども、もし通報されたり何かあった場合は飛行ログ等を全て提出しないといけなくなります。そこで全てがバレてしまうので、本当に皆さんこのあたり気をつけてください。きちんとルールは守って飛ばしましょう。ただし締め切られた室内で飛ばす場合は航空法が関係なくなるので、機体登録もせずに飛ばすことができるようです。どうしても飛ばしたい場合は体育館など広いとこ借りるといいかもしれません。たまたま見つけたんですが、ウェブサイトの方をよく見てたら写真の生データをダウンロードできるということでサイトにアップされてました。そちらの方を落としてみたので見てみたいと思います。 Mavic 3 Pro で撮影された写真のようですが、まずはハッセルブラッド 24mm の写真です。これ場所がチベットで、この山の裏側にエベレストがあるような場所で撮影されてるみたいです。とても美しいですね。ピクセルサイズは 5272×3948 で 27.8MB あるようですが、これは Mavic 3も同じだと思います。続いて中望遠の 70mm 撮影になりますが、 8056×6040ピクセル、 67.5MB、 やはり4800万画素、ファイルサイズは大きくなりますが、その分鮮明に撮れてるように思います。続いて望遠レンズのファイルサイズが 3992×2992ピクセル、 17.1MB になっています。こちらのファイルサイズも Mavic 3と同じですね。望遠レンズは焦点距離と F 値がさらに明るくなっていますが、基本 Mavic 3と変わりないように思われます。あとは実際に同じものを撮影してみて比較してみないと何とも言えないところですね。今ご覧いただいた3枚はソフトウェアの方でかなり補正がされて綺麗になっていましたが、これが完全な生データになります。中望遠レンズで撮影した生データになります。色でこそほぼほぼ載っていないんですが、この鮮明さはやはりすごいなと思います。かなり改造しているように思いますが、いかがでしょうか。細かいところもやっぱり映ってますね。きっちりさらに寄せてみても綺麗に映ってますね。さすが4800万画素の中望遠レンズ。あ、山の縁に少しパープルフリンジが出てますね。これ除去してあった方がいいのかなと思います。しかしさすがの解像感ですね。これは驚きました。そして最後にズームレンズのローファイルになります。こちらもちょっと寄せて見てみたいと思いますが、結構綺麗ですね。これ Mavic 3もどうなのかな、ここまで映ってるのかな。機体が届いたら同じものを撮影して比較してみたいと思います。Mavic 3を持っていたらプロ機に移行するか非常に悩むところではあると思うんですが、まあ、僕の場合で言うと Mavic 3のバッテリー4本持っていてかなり飛ばしてきたので、そろそろ交換のタイミングでもあるなと。それからケアリフレッシュで機体を交換して綺麗になったところでドナドナするかななど、まあ、そういったタイミングも重なったので、今回はプロ機に移行という形を取りました。というわけで実機が届いたらまた詳しくレビューしていきたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。